いけてますかねすみません。音声入ってますでしょうか <laughs> えっと、ごめんなさい。えー、っと、ちょっと待ってくださいね。音声入ってますか <laughs> 音声入ってたら、入ってますってごめんなさい。どなたかあの教えていただけたらとっても助かるのでよろしくお願いします。自分でもちょっと今確認してるんですけれども。おや、今日うちの事務所、電波悪いですね。い <laughs> けてんのかな <laughs> あ、いけた違う。<laughs> あ、音声入ってますって書いていただいてますね。あ、いつもコロダーさんありがとうございます。あ、音声入ってますってことで、ありがとうございます。皆様、えー、お集まりいただきました。ありがとうございます。<laughs> 本日の試験、お疲れ様でした。あ、皆さんありがとうございます。音声入ってるってことで、よかったです。安心して始めさせていただきます。どうですかね今回の試験、 結構3級も2級もなんか難しかったですね <laughs>。まあなんかこういう仕事やってたらなんかこう簡単だった時もなんか簡単になりましたねとかはなかなかねこう言いにくいですし、なんかそんなこと言ってるね先生いたらちょっとどうかと思っちゃうんですけれども。でも今回はね、なかなか難しい試験でした。で3級はどうですかねやっぱりあの、 こう見た感じ。まあもちろんね、その2択とか3択ですし、まあ、ある程度頑張ればその合格ラインの6割は取れるのかなと思うんですけれども、でも結構なんか一つ一つの問題がね、こう数年前に比べたらだいぶ難しくなってきてるかなってこう、素直じゃない問題が結構増えてですね、なんか3級もなんかしてる感じになりましたね。で、2級はなんかやっぱり難しかったですね。<laughs> で、結構なんかいつもよりもその難しい選択肢が多かったんですけれども、なんかこう、 え消去法でなんか正解したりですとか、あるいは何か難しい選択肢が3つあるんですけど、1つだけその正選択肢、その正解のやつは、ちゃんと自信持って正解できるみたいな問題が多かったりしてですね、結構大変な問題でした。あと、あれなんですか、2級受験、2級の FP 協会受験された方いました <laughs>。あの保険証券の読み取り、 めちゃくちゃむず、難しくはないんですけれども、時間かかりませんでした。検証券の読み取り問題。なんか、2級の FP 協会の実技受験された方にしかこう伝わらないんですけど、資料を読むのがめちゃくちゃ時間かかるんですよね。で、これ多分、あ、e u で2点、2点、2点で合計6点ですけど、この6点取るためになんか時間めっちゃ使って、ね、最後の問題10点以上落としたっていう方、絶対いると思うんですよね。<laughs> なので、なんかこういう問題は飛ばしてですね、後から解くみたいなことをやんないと、ええ、こい12ですか。<laughs> 保険証券の難し問題、かなり難しかったかなと思います。で、えっと、まあ、そんなお話はさておきですね、えっと、あ、そうそう、一番言いたいのが、あの、 回答速報出してます。で、なるべく早めにその速報もつけようと思ってます。で、やっぱりあの、どういうところをなんで間違えたのかっていうのを知識が新しいうちにですね、振り返っていただきたいので、良ければあの、回答速報のページ、あの、おそらくリンク貼ってるのある、あると思いますので、あの、良ければそちらチェックしてみてください。ま,あ、まだまだあの、 そこを出せてないところもあのたくさんあるんですけれども、なるべく早く解説作っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。で、えー、っと、いかがですかね、なんか、今回の試験どうでしたかっていうのを、こう、なんかチャット欄に書き込んでいただけたらとっても嬉しいんですけれども、皆様の感想を聞きたいですね。なんかこう、ね、FP の,その講師とかやってたら、あ,のある程度、その、ね、なんていうんですか、あの、 よく見る問題っていうのがたくさんあって、なんかその一般的な、ね、その感じる難易度と、なんか講師が感じる難易度って意外とこう、乖離してたりするんですよね。で、今回の試験なんか難しかったとか、意外と簡単だったとか、そういうご意見いただけたら、まあ、よければ、どんな感じだったかなってこう聞かせていただけたらと思います。<laughs> ね。皆さんありがとうございます。こんばんは。あでも難しかったってありますね。さっく。 ランボ、ヒロさん。ああ、いつもありがとうございます。学科あ学科難しかったですよね。本当に、特になんか、ライフが難しいときって辛いんですよ。で、なんか、ライフが難しくって、なんか、その後簡単っていうパターンと、なんか、最初の方簡単で、後半から難しくなるパターンあるんですけど、ね、問い1から問い10で、難しい問題が4つ、5つとか出てくると、結構ね、げんなりした気持ちで、問い11以降、リスク、ね、分野入っていかなきゃいけないので、結構大変なんですけれども。 やっぱ難しかったですよね。でも実技は大丈夫だと思いますってことでよかったです。多分、二級の実技ってこう、過去問対策してない方ってね、あの、やっぱり時間足らなかったんじゃないかなと思います。結構難しかったので。あ難しかったというか、その、 時間が足らない試験になってきてるなって思うんですよね。で、まあ、あの、2級ね、これから、あの、再チャレンジされる方と、それから、あの、3級からステップアップされる方いらっしゃると思うんですけれども、やっぱりその学科と実技ってどちらもその時間との戦いになってくるのかなと思います。で、まあ、実技はその、やっぱり、 計算問題、それ自体一つ一つ、そんなに難しいものは出てこなくて、ある程度その対策すればできるんですけど、これを90分以内に解くっていうのは、やっぱりね、なかなか難しいんじゃないかなって思います。で、学科試験の方はですね、やっぱり今回も難しくって、ほんと数年前から比べるとどんどん難しくなってきてるんですけれども、ただ、あの、過去もちゃんとやってる方が合格できるようには、試験作ってる人が、こう、頑張って調整してるなっていう感じは、 なんとなく見受けられるんですよね。なので、あのこれから2級受験される方はですね、あの過去問、あの特に対策しておかないとあのなかなか大変だと思います。もちろんその学科も3級とかに比べると結構時間に追われる試験にはなってるんですけれども、やっぱり過去問ちゃんと解いった人が受かるような試験になってるんですけど、逆に言うと、なんかね、数年前に比べると過去問やってない人がどん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 受か 出ない試験になってきてるのかなとあの、ね、思うので、ぜひぜひあの2級にね、こう次ステップアップされる方は、あのなんて言うんですかねこう、そういう心づもりで準備していただけたらなと思いますね。そういう感想の試験でございました。ね、なかなか難しかったですね。でも、債券のデュレーションとかね、これもなんか初見の方いらっしゃったかと思うんですけど、デュレーション自体はなんか、 過去2年以内に1回くらいは出てるんですよ。なので、これも過去問ちゃんとやってる方は、ああ、れねって解けるんですけれども、ね、なかなか難しい問題だったかなと思います。なんかごめんなさいあの。いっぱいチャットでコメントいただいてありがとうございます。何かね、こう、試験の感想とか、あるいはなんかあのご質問とか、FP に関係すること、しないこと、良、ね、ければ何でも書き込んでください。 えと皆様ありがとうございます。<laughs> ごめんなさい。なんか、いつもね、あの土日にライブ配信してるんですけれども、その時はね、あのちゃんとコメント全部読めるんですよね。でも今回はちょっとコメント全部読んでると、なかなか、ね、時間が足らないかもしれません。で、あ、そうだ。で、今日は初めましての方もあのいらっしゃると思うんですけれども、一応、のお金の寺子屋って、そのオンラインスクールみたいなことをやっててですね、あの なんか土曜日にあのと日曜日に復習のライブ配信をやってるんですよね。で、やっぱりその、ね、次回の2級に進まれる方ですとか、あるいは1級受験される方もいらっしゃると思うんですけれども、あの試験に合格するために何をしなきゃいけないかっていうと、なんかこう毎日コツコツ勉強する習慣をつけることだと思うんですよね。で やっぱりその習慣をちゃんと早いうちからつけられた人が合格して、なかなかその試験の直前まで習慣づけができなかった方が苦戦されるっていうのは、まあ、これ、FP の試験に限らないことだと思うんですけれども、やっぱりあのなんとかこう皆様にこう勉強する習慣をつけてほしいと思っているんですね。まあ、なのであの、平日は何かしらイベントをやってますし、 で、あの、問題配ったり、で、土曜日、日曜日は確認テストをお渡ししたり、あるいは復習ライブ、YouTube でやったりしてるんですけれども、あの、良ければですね、なんかこう、習慣化できた方、できない方い、いっぱいいらっしゃると思うんですけれども、あの、どういう、 コンテンツとか、どういうサービスがあればですね、毎日コツコツ勉強する気になれるかっていうのを、ね、なかなかこう、定期的に聞いてるんですけどね、あんまりこう、最近は新しい意見が <laughs> いただけなくなったんですけれども、なんかそういうのも聞かせてください、よければ。あのね、こう、なんかご期待に応えられるものとられないものがあるんですけれども、まあ、今そのお金の寺子屋ってその平日になんか何かしら問題を配布したり、あの、 土曜、日曜も確認テストかライブ配信やってるんですけど、あれ全部、これまでの過去の受験生の方に、どういうサービスとかコンテンツがあったら、毎日コツコツ勉強する気になれますかっていうのをねこういろんな意見を聞いてですね、毎日あの定期的に問題を配布してほしいとか、1週間にこうなんかその1週間を振り返るなんか機会とかイベントがあったらいいみたいなご意見いただいて、今のコンテンツがあるわけなんですけれども。 あのそういったものをよければお聞かせいただければ、あのなるべくね、ご,ご期待に応えられたらなと思います。もちろんねあの、そういったご意見、せっかくいただいてやってるコンテンツですしあの、できれば無料で提供したいと思ってるんですね。で、オンラインスクールとかも全部無料なので、まあ、の FP はそう、無料で合格してほしいっていうのがあるので、ね、ぜひぜひ何かこう気軽にリクエストいただけたら、 原価がかからないものについては、まあ、ほぼほぼ無料でお渡しできるので、遠慮なくご意見いただけたらと思います。まあ、もちろん、そのねあの、テキストとか、もしとかあの、売ってるやつは原価がかかってるので、そういうやつはお金ね、多少いただいてるんですけれども、よければ、えー、ご意見いただけたらとっても嬉しいです。あ、そうだ。で、テキストで思い出した。<laughs> すいません。いつも適当に喋ってるんですけどあの、テキストがですね、あのちょっとあの最近のね、こう、 情勢もあってあのちょうど9月試験で制度が変わって新しい本に変わるんですけれども、なんかその新しい本に変わる境目でちょっと値上げをさせていただくことになっちゃったんですね。でまあ、あの3級受験された方はそのあの2級にステップアップするときにです、ね、あの2級のテキストこの値段だと思ってたのに、なんかいきなり、ね、すごい金額が上がったって言うと申し訳ないので、なんかこ,うこれまで3級使ってくださって。 てた方がそうう負担を感じないようにですねあのちょっと期間限定であのいきなりドンって値上げするんじゃなくて今多少割引いてますので良ければあの日給のテキスト買っていただける方はあの今のうちに買っておいてくださいよろしくお願いいたします。で、えっと、なんかすみません、たくさんコメントを、ね、いただいてるんですけれども、えー、黒田さんあの良かったですあの、なんとか合格点圏内に入っているってことで。 よかったですね。でも結構間違うのは仕方ないですけれども、でもよかったです。合格見込みということで嬉しいですね。ありがとうございます。なおちゃん、ジャズさん、保険証券の読み取り時間かかりましたよね。あれはね、時間を取らせる問題で、あれをサクッと飛ばして、ね、あの、点数取れるところをサクサクこなさないと、あれなんかじっくり考えて、なんか資料、情報が多すぎるので、なんかこう、 読み飛ばしとか、なんか見落としとかを気にして、ね、資料をじっくり読んでると、結構10分とか取られるような問題だったかもしれませんね。ああいう問題をササクッとこう飛ばすっていうのが合格するための大事なテクニックなのかもしれません。<laughs> のっこさん、難しかったってことですね。ブラック CO さん、実技、わけわからんか。あふあ空白うんでも空白あるのはこう結構ね、こう、 なかなか最後まで解けなかったとか分かんない問題あって空白あったっていう方はね、こうね、いらっしゃるので、まあ、空白があるのはそんなにあの、ね、大きな問題ではないんですが、なかなかね、やっぱ難しかったですよね。さくらんぼさんあ、実技は、そうです、実技はあの毎回、もしめちゃくちゃ当たるんですよ。<laughs> ってある程度その FP 協会の実技ってそのパターンが決まっててですねあの結構あのね他の模試とか直前対策動画も結構その論点厳選してるんですけれどもなんかあの学科の模試ってその2級だと全部で2000数百論点あ,のあってその中から模試で。 論点凝縮してるんですけれども、実技の場合はそんなに2000とかないんですね。1000もないので、なんかもしに凝縮するときに、結構あの、大事なところをしっかり漏れなく、もしに落とし込むことができるので、桜んぼヒロさん、あの、メンバーシップをご参加いただいてありがとうございますなんですけれども、あのメンバーシップのなんか水曜の特典とか、実技解いていただくと、結構あの、実技は受かれる、そんな試験だったんじゃないかなと思います。 えーま、毎回実技はねあの、よく当たるんですよ。<laughs> でも実技をその、もし作って実技を当てるのがそんなに難しくないんですね。<laughs> なんかこういう仕事やってると。でもね、実技、もしお役立っていただけてとっても嬉しいです。ありがとうございます。やっぱライフ難しい。やっぱライフ難しいですよね。心折れそうっていうことで。えー、なかなか。みおっちさんも実技もしすごく役に立ったっていうことでありがとうございます。ね、実技は特に当たるんですよね。あの、もし。<laughs> 産休も学科難しかったですよね。そうです,そうです、産休のな,な,なんか、結構変な選択肢がいっぱいあるんですよ。<laughs> なかなか、そうだ、3級ってなんか、印象深かった問題が何でしたっけ、最初の方の。あ、そうそう、あの問い6ですよ。なんか、延長保険は、あの、 その時点での解約返礼金をもとに、元の契約よりも長い保険期間の定期保険に変更する制度であるって、なんか延長保険、元の保険よりも長い保険期間の定期保険に変更する制度であるって、いかにもそれっぽい問題で、これなんか問題作った人、うまいなって思った問題なんですけれども、延長保険っていうのは、元の保険よりも保険期間短くするのが延長保険なんですよね。 まあそこであの保険料払い込み終了するのに多少契約を継続するので延長保険っていうんですけど元のね保険期間より短くなるのに延長保険っていう名前なので確かにこうちょっとあのねあの勉強時間が足りてないとこの学科の登録間違えた方結構いらっしゃったのかなと思うんですけどなんかこう面白くていい問題だなってこう思いました。 FP 試験ってなんか時々なんか、おってこう、すごいなってこう、なんだろう、あの、感動させられる問題があるんですよね。まあ、これここまで感動はしなかったですけどね。あの、なんかそういう問題が出て。で、なんか、で、この選択肢以外にも結構ね、なんかこう難しい問題とかちらほらあって、3級は本当に難しくなってきてますよね。で、感動した問題って言ったら昔なんでしたっけ ?FP 協会3級の実技なんですけれども、 なんか地震保険の問題で、えっと、なんでしたっけ、あの、えっと、<laughs> なんか、うまく言葉にできない、なんかこう、地震保険の引っかけ問題あの、すごく印象に残ったのがあって、で、あのもしには採用してたんですけど、あのなんでしたっけ、なんかあの地震保険の引っかけ問題、すごい感動したやつがあった、あーなんか今、なんかこう、うまく表現できない。<laughs> すいません,なんかもしには採用したんですけどね3級の試験って時々なんかあこれこういう問題作ったらあの過去問ちゃんとやってる人は点数取れるけど過去問全然やってない人は絶対点数落とすだろうなってこういうね今回の問い録みたいな問題時々3級の、ね、学科試験とか実技試験とか出てくるの面白いんですよね。 でもなんかこう受験される方はね、なんかそんな問題出たらたまったもんじゃないですけどね。<laughs> でもまあ、あの3級も2級もちゃんと対策してる方は、ね、合格できるような試験になってると思います。エ <laughs> n さん、えっと、FP 協会の過去問対策、あやっぱか、うん、実技の過去問、まあ、学科も、ね、とっても重要だと思います。やっぱ過去問、ね、FP 試験だけじゃないですけど、簿、ま、記、あ、とか他の試験も、やっぱ過去問をちゃんと ね、こう対策した人が合格できる試験じゃないとね <laughs> むしろ試験ってそういうものじゃなければいけないと思うんですけど、まあ、FP 商協会の、ね、こう実技とかも、まあ、近在の実技もそうですけどちゃんと、はい、あの対策すれば、ね、やっぱ合格できるようには作ってくれてますのでね <laughs> あのコツコツとやった真面目に頑張った方が合格できるそんな試験なのかなと思います <laughs>。 黒田さんあそう、学科試験、確かにもしを繰り返しやったことが、確かに、あのね、もしからも結構出たと思います。まあ実技ほどじゃないですけど、ね、あの学科試験ももし3回分ちゃんとこなしていただいたらあの、合格できるような感じの問題だったのかなと思います。まあ特にリスクとか不動産とか、あとはタックスとかですかね、結構、あの、もしやってればいけるような、そんな問題だったかなと思います。 ありがとうございます。いや、こちらこそね、本当にありがとうございました。もし使っていただいて。<laughs> 白猫さんは学科のみ受験だったんですね。あ実に合格済みということで。うん、確かあ、そうです。もし3は難しかったんですよ。そうなんです。もしはあの1、2、3回あって、1、2は割とその選択肢とか工夫して点数取りやすくなってるんですけど、もし3はね、ちょっと難しめの。 問題になっっちゃってるんです <laughs> でのっこさんも確かにこう引っ掛けありますね。引っ,掛け確かに引っ掛けもありますし、なんかこう、さらっと読んだら、なんかこうケアレス、ケアレスミスしちゃうような、そんな、ね、問題も、えー、たくさんありましたね。<laughs> あ、まどかさんって読むのかなこれ、円って書いてまどかさんって読むのかな ?LINE で勉強していただいたんですね。ありがとうございます。 なかなかあの LINE の朝毎日その通知を入れるっていうの、あれも、あ、そうそう、LINE で朝、LINE か Facebook ですかね、朝こう通知が入ると勉強するきっかけになるっていうことでね、あれもね昔の受験生の方にこうリクエストいただいて、なるほどねと、じゃあ LINE グループ作って、毎朝その課題を更新して、朝にピローンって課題がこう通知で入るようにしますみたいなね、そういうリクエストをいただいて作ったコンテンツなんですけど。 よかったですあ,のあれを活用していただいて、ねこう、よかったと実感しましたということで、ありがとうございます。ね、もしあのぜひぜひあの次の3級とか2級受験される方は、あのオンラインスクールの LINE のグループ入っておいてください。あ,のあれはね、結構、前な,んかなかなかこう毎日7時にっていう,のは、ね、こう予約投稿の機能がないのでこう、やる側は結構しんどくって、たまにその原稿を落としたりすることもあるんですけれども、ね、毎日課題は更新されて、まさにピローンってこう、 通知が入って勉強するきっかけにしていただければ、ね、あのとてもいいと思いますのであれはなんかもっといろんなたくさんの受験生の方に活用していただきたいですね。神 <laughs> ミ一エイチさんあのいつもライブ配信にご参加いただいて本当に、ね、ありがとうございました。計算ミスとか確かに急いで回答すると計算ミスは、ね、こう2、3個あるのは仕方ないんですけれども全然 あのね、確かに時間は足りなかったですよね。でもまあ計算ミスとかもねあって当然みたいなものなので、それ含めて6割取れれば勝ちですので、ね、合格してますように、<laughs> 祈ってます <laughs> 前半のライ,ブライフ、確かにうんと思うところありましたよね。ボンさん、実技の拝点実技の拝点は公表されてないんですよね。実技どっちですかね、金剤でしょうか、FP 協会でしょうか。 FP 協会なら、あの、一と計算は2点で、なんかこう、丸抜問題は1点ってすると、大体100点近くなるんですよね。で、近在は、まあ、1つ1点って思ってください。まあ、全部で50点中、まあ、40何問か、50問弱あるんですけれども、1つ1点っていう風に数えて、36点以上あれば確実に合格できるかなと。35点とか34点の方が、ね、こう、あの、ボーダーラインなのかなと、こう。 ね、あの瀬戸際はこうなんかその拝典によって運が分かれるところかなと思います。まあ、あの金あの実技はね意外と簡単なんですよね。1つ1点で36点以上取ればあの合格みたいなおお、えー、ねそんな感じです。小財さん、えっと、もしのおかげで実技はあそうですあのね、お金の寺小屋のもしの実技はめちゃくちゃ当たるんですよ。<laughs> <laughs> 言うて、あれ、当てるの難しくないんですけどね、過去問ちゃんとちあのチェックというか、その分析すると。なのでぜあの、ね、お役立ていただいてとっても嬉しいですね。ありがとうございます。あ、末永さん、えっと、ね、えっと、合格見込みということでありがとうございます。3級に引き続いて、ね、末永さんはなんかあの直前に結構ご質問とかいただいて、なんかこう、しっかり勉強されてるんだなって思ってね、こう、あのね、 合格していただきたいなと思ってたんですけど、よかったですね。合格見込みということで、ありがとうございます。サクサクさん。あ、近在実技で自己採点の結果34問ってことはぎ、ギリギリ36点なので、36点でその点数の配点によってっていうところですかね。近在の実技ってどんな感じでしたっけ近在の実技は、 えっとね、こう、なかなか、全部、最初は全部、問1は、第1問は全部一つ1点ですよね、きっと。で、第2問ですよ。第2問は、1、2、3、4、6、9問あるんですよね。全部で9問で、多分この問4の1か2のどっちかが2点なんですよね。<laughs> 多分あの、大問が1、2、3、4、5問あって、全部10点なので、 でまあ10問あるやつは1つ1点なんですけど、9問あるやつ、どれが2点なのかっていうのが分かんないんですよね。問4とか多分この丸一が2点のような気がするんですけどね、このあたり分かんないです <laughs>。次の問3もですね、なかなか多分退職所得の計算のどっちかが2点のような気がしますし、でもこの仕分けの問題のどっかに2点が入っても、でもこれ、ここで2点使うとあれか、点数大きく落としすぎるんで。 やっぱり退職所得の金額ですかね <laughs>。この問い7の丸2が2点のような気がしますね <laughs>。ねなかなかそのどこが2点かっていうところでこう34問正解なら結構運による <laughs> ところがあったりするんですけれども。でも大抵計算問題にその2点の配点があると思うんですよね <laughs>。う,うまいことこうね、点数がいい方向に転んで36に。 出していれば、ね、とっても嬉しいんですけれども、どうか合格していますように、えー、記念しております。<laughs> そうなあ、そうだ。で、えっと、なんかね、でもやっぱりこう、見た感じ、難しかったっていう,こう印象ですかね、やっぱ。で、僕もね、今回見て、あやっぱりこう、徐々に南化してるなっていう感じがします。<laughs> あ、そうだ、そうだ。えっと。 何でしたっけえっと、あ、あと、<laughs> あれ、何 <laughs> か。あ、まあ、まあ、いっか。<laughs> えっと、すいません。で、あそうそう、で、あの今回、こうご参加いただいた方にはね、あの良ければ、あのね次回に合格するためにね、こういうコンテンツがあればいいなっていう、こうあのご要望と、あるいはあの何かその FP に関するご質問とかになかなかね、こうお問い合わせフォームを用意してるんですけど、ご質問に答えることができないんですよ。 なんか試験の直前とか特に大量にね、こうご質問とかいただいて、ま、あの、いつもその FP に関係する、ま、試験に関係することですとか、こう実務に関係することですとかね、たまに FP と全く関係ないご質問とかって、なるべく答えるようにはしてるんですけどね、なかなかこう数が多くて答えることができないんですよ <laughs>。なのでもちろんね、こうご要望とかいただけるととっても嬉しいんですけれども、何かご質問とかあれば、せっかくなのでこの機会にお答えさせていただきたいなと思いますので、よければ、 この機会ご活用ください <laughs>。すいません。なんかこう、たくさん今なんかメッセージがぐわっと流れていて読めないところあって、すいません。せっかくご要望とかご質問いただいて、見落としたっていうのもあるかもしれませんが、一応配信終わったら、あの、絶対全部のコメント、目通してですね、ご要望とかいただけたら、きっと、あの、採用できるように。まあ、むなご要望はなかなか無理なんですけど、なるべくね、あの、やっぱりこう、 ね、合格するためにこういうコンテンツがあればなっていうやつはねこう何でしょうお答えしたいなと思ってるのでなんかこういうのがあれば嬉しいなっていうご要望あれば <laughs> お寄せくださいやっぱりねその何て言うんですかねあの何て,て言ったらいいんでしょうあの語弊,語弊があるかもしれないんですけど FPE をその分かりやすく解説したりっていうのはそれほど難しいことじゃないんですよねで ただあの、分かりやすく解説するのってそんなに難しくないんですけど、こう勉強してくださってる方をたきつけるというか、やる気になっていただくというか、その勉強を習慣づけていただくっていうのは、これはめちゃくちゃ難しいんですよね。なので、こういうふうなサービスとかコンテンツがあれば、勉強する習慣がつきますっていうのがあればね、とっても嬉しいんですけどね。でも、なかなか難しいですよね、いきなりそう言われても。<laughs> ねえどうやったら皆様はねこう習慣づけていただけるんでしょうかね。これがわかんないんですよね。でもやっぱりこうね習慣づけるっていうのが一番難しくって、ただ一番大事だと思うので、9月試験受験される方はぜひこう習慣づけっていうところ意識をしてみてください。習慣づけができればねこう半分勝ったようなもんですからね <laughs>。 オンラインスクールとかね、ご活用いただいて、習慣づけしていただけたらと思うんですが。そして、みオっチさん、あの、もしのおかげで合格圏内ということでよかったです。ありがとうございます。ね、もしは結構過去も研究して作った、ね、いいやつなので <laughs> あの、お役立ていただいてとっても嬉しいです。ありがとうございます。のっこさん、9月絶対受かりたいということでありがとうございます。そうなんです。毎日コツコツなんですよ。 そうなんです。毎日コツコツが一番大事で一番難しいんですよね。どうやったらね、こう皆さんも毎日コツコツ勉強していただけるんですかね。<laughs> 難しいですね。<laughs> でもなんかそれが分かっている人はね、こう逆にそう、あの、毎日コツコツに困ってないかもしれませんね。でもなんか自分はこれがあるから毎日コツコツできたとか、 そういうところを聞けばいいのかな <laughs> 毎日コツコツ頑張れた方はどうして頑張れたんですかっていうのはそっち、もしかは、あのね、自分あるよっていうのがあれば教えていただきたいですね。ありがとうございます。そしてテキスト。あ,ありがとうございます。テキストあの今割引中なのでよろしくお願いします。で今あの、えっと、テキスト発注してて、その発注したテキストが届いて皆様のところあのお渡しして、まあ、予約販売っていう形で あの予約を受け付けてるんですけれどもあの予約期間が終了するとテキストの値段元に戻っちゃうのであの割引のうちにあのぜひぜひあのお買い求めくださいそしてスーさんあの実技のもし本当に紙もそうなんですよあれは紙もしって、ね、こう自分で言ってふざけた名前なんですけどあのもしは当たるんですでもあのもしは当たるんですけれども 当てるのは実はそれほど難しくないんです。FP の先生なら。<laughs> えでもねあの、お役立ていただいてとっても嬉しいですね。坂西さん、えっと、実技の模試すごすぎるってことでありがとうございます。やっぱなんか実技の模試、あのーね、ご好評ですね。<laughs> あの実技の模試は、えー、確かに当たる、あたなんかこう、 当てましたって、こう、どうやっていうことはできるんですけど、なんか、僕が当ててるっていうよりかは、ちゃんと過去問分析して、問題を作ったら、自動的に当たるんですよね <laughs>。なので、当たったでしょって、どうやっていうのは、こう、なんか、こう、ちょっと気が引けるんですけれども。でも、ね、あの実技の模試をお役立ていただいてとっても嬉しいですよね。なんか、こう、ね、は、こう、僕ともう一人、二人で作ってるんですけど、結構頑張って、作ってる模試なので。 あれで合格できたっていうのを聞けたらとっても嬉しいですね。ありがとうございます。まーさん、3級合格できそうです。2級の受験に迷ってますってことで、ありがとうございます。あの、初めてのご質問ですね。えっと、どのくらい難しいかって、やっぱり個人差があるんですけれども、この3級の、この出来具合っていうところもやっぱ個人差がありますね。でも、あの、 大体覚える内容が1.5倍くらいになるんだと思ってください。<laughs> なので、3級勉強した時間と、1.5倍から2倍くらいの勉強時間が必要かなと思います。<laughs> まあ、おおむねそのくらいで受かるんじゃないですかね。 なので、何時間勉強したら受かりますかっていうご質問はなかなかね、答えられないんですけど、個人差があるので、3級のに使った勉強時間の1.5倍から2倍の時間を投入すると、3級と同じくらいの点数が取れるのかなと。例えば、60時間で7割取れましたっていうことであれば、120時間突っ込むと、2級でも7割取れるような、そんな気がしますね <laughs>。 RA さん、近在3級受験されたってことでお疲れ様でした。ね、言い訳をして先延ばしにって。<laughs> よくあるやつです。<laughs> 全然ねあ。でもやっと受験して、おそらく9割ってめちゃくちゃすごいじゃないですか。<laughs> 2級も取りたいってことで、ぜひぜひあの2級のオンラインスクールえ、この概要欄にリンク貼ってますっけあのオンラインスクールご参加いただければ、ね、毎日問題配布したり、その日の課題を、ね、朝ピローンってこう通知が入って、 朝の,その通勤中ですとか、あの通学中ですとか、隙間時間に課題をこなしていただけたらと思いますので、良ければオンラインスクールを活用ください。FP39、あ <laughs> そうそう、FP39、あの最後の問題、僕、回答速報を出して、僕が間違えてたんですよね。<laughs> 申し訳ないです。確かに見たことない問題なんですけれども、あれなんか、なんか結構ふわっと適当に考えて、あの僕、 間違えて速報を出してたんですけれども、あの、FP3 級の実技の最後の問題は解説、あの、あの問題だけ解説作って、あの、回答速報のページにアップしてますので、あの、解き方については、あの、回答速報の、えー、ところをご覧ください。あの、ライブ配信終わったら、他の解説も、あの、随時つけていくんですけれども、あの、FP3 級の実技の最後の問題は、もうすでにあの解説つけてますし、なるべくね、この、 試験受けた後、ほやほやの状態で、あの、知識が新しいうちにですね、あの、復習していただきたいと思いますので、よければ、あの、回答速報、あの、チェックしてみてください。あの、リバランスの問題でしたっけね、なかなか、あれ初めて見ましたね。<laughs> そうです、そうです。 でもあの無事に合格できそうということでね。ケイさん、おめでとうございます。こちらこそお世話になって本当にありがとうございます。ね、もしあの、2級受験される方はぜひぜひ、またご利用ください。セブンさん、えっと、あ、有料動画も買っていただいたんですね。ありがとうございます。有料動画ともし、あのね、有料動画も結構あの、ね、論点、採用した論点は結構当たったかなと思って、やっぱりあの、 ね、有料動画ももしも過去問をちゃんと分析して作って、まあ、FP 試験自体に、ね、過去問をちゃんと対策すれば受かるような試験になっておりますので、ね、あの次あの、ステップアップされる方も再チャレンジされる方もあの問題たくさん解いて、特に過去問を徹底的にあの、ね、完璧に仕上げるっていうのを意識して、ちょっとね、制度は変わって、5月と9月であのルールが変わっちゃうんですけれども、あの、ね、 続きあの、コツコツその続けていっていただけたらなと思いますので、よろしくお願いします。そしてゆうさんも、もし買っていただいてありがとうございます。合格できそうということで嬉しいですね。なんかこう、たくさんこう、もし買ってくださった方がいっぱいで嬉しいですね。ありがとうございます。でも全然ね、こう、あのなんかあの、もし買ってくださってない方も、あのそんなあの、何もね、全然あれですし、あの遠慮なく、あの、 こう何でも書き込んでください。ご質問とかご要望とか、あのね、せっかくの機会なので、ご質問、ご要望、あの、たくさんいただけたら嬉しいなと思っております。そして、坂西さん、実技もし、えー、実技じゃない、もし、すごくいいということはありがとうございます。そうなんです。あの模試はね、こう、自信作、自信作というかね、こう結構優れた模試なんですよ。<laughs> お金の寺小屋自体がそんなにこう、マイナーなサイトなのでね、こう、 あの実技の模試とか買ってくださる方そんなに多くないんですけど、ね、あれ買ってくださった方は後悔させないようないい模試だと思いますので <laughs> あ。黒田さんは親子で受験されたんですね。素晴らしい。なんか、かっこいいですね。親子で受験される方って。僕はもう多分結婚できないのであれなんですけれども。<laughs> ね、親、ね、なんかこう。 親と子で一緒に勉強するってなんかこう羨,羨ましいですね。なんか僕もね、こう、そういう親になりたかったなって思っちゃいますね。<laughs> 羨ましいですね。なんか尊敬するし羨ましいって思います。なんかこう親子で勉強されてる方とか見ると。あ、ユうさんは2級に向けて3級復習してからということで、ぜひぜひ。 二級受験される際もよろしくお願いいたします。<laughs> あそして白猫さん、LINE 配信とっても良かったということでありがとうございます。あのね、時々原稿として申し訳なかったんですけれども、朝ピローンってこう通知が入って勉強するきっかけにね、こうしていただけて、なんかあれ役に立ったってこう言っていただけると嬉しいですね。なかなかこう、ね、朝 LINE 通知入れるの大変なんですけど、なんかあの LINE 活用して受かったってこう言っていただけたら、 なんか頑張って通知入れた甲いがあったなって思っちゃいます。ありがとうございます。そしてボクサーさん、近在産休受験されたんですね。合格見込みということでおめでとうございます。<laughs> よかったです。もし日給受験される際はぜひぜひあの、ね、使ってください。エ n さん、過去問の解説参考になったということでありがとうございます。お金の手はこうやってなんかこうタップして黒いところをねこうなんか塗りつぶ、なんかこう塗りつぶすわけじゃないんですけど、なんかタップとかクリックすると ね、あの消えてなんかサクサク問題が解けるのであれ結構喜ばれるんですよねでもなんか僕自体はどうしてなんかどういう仕組みで <laughs> あれが黒塗りになってるのかよく分かんないんですけれどもなんかこうホームページ作ってくれた人がなんかここにこういうなんかあるなんか英語で記述を書くと黒塗りで隠れるよってこう言って <laughs> もらってで自分の親がねあの サイトの解説の原稿とかあの、僕が原稿したやつをそのホームページにアップするようにこう作ってるんですけれども、ね、僕が知らないところでどういう仕組みになってるのか分からないんですけれども、勝手に問題が黒塗りになってるっていう、ね、でもあれ、参考になってなんかこうサクサク解けて嬉しいってこう言ってくださってね、それはね、とっても僕も嬉しいんですけど、でもなんで、ね、どういう仕組みで <laughs>。 黒塗りにななっているのかかいのかかわらでちちょっと気持ち悪いんでですよねあれ <laughs> でもなんか穴埋め問題とかもこうサクサク解けてよかったってねこう言っていただけるのは嬉しいんですけどあれ謎なんですよね <laughs> そしてアタミーさんあもし購入者向けのおまけ問題よかったあの活用していただけてよかったですねありがとうございますそうなんですあのおまけ問題何気にねこう喜ばれるので。<laughs> あ、ひとみさん、体調不良もったいない。ぜひぜひ、9月は合格できますようにあの、合格していただけるように頑張りますので、またよければオンラインスクール、あのご参加ください。<laughs> 毎日頑張って通知入れます。イぎヌさん、すごいですね。学科2級、あの、あの学科を60点中51点は相当すごいですね。おめでとうございます。なんか、2級でなんか、 6 5四ってことは688、8割5分。めちゃくちゃすごいですね。これ、ここまであったら1級とかもなんかいけちゃうかもしれませんね。<laughs> 1級お金の寺子屋では扱ってないですけど、なんかせっかく51点とか取れたら、ぜひぜひ1級も狙ってみてください。<laughs> なおちゃんさん、えっと、6つのケースの問題、会社と役員間の取引の集中問題。あ、会社と役員間の取引の集中問題ありましたね。<laughs> なんかあれ、せっかくめちゃくちゃ頑張って作ったのに <laughs>、ちょっと、あの、確かに今回も役員間の取引、微妙に出ましたけれども、いつもみたいな問題が出なかったので、ちょっと惜しかった感じがしましたけれども、でもあの、おまけ問題とか、こうね、使っていただいてよかったです。なんか、役に立ったっていうことで嬉しいですね。2記も46点ってすごいですね。実技もこんだけ取れて、いや、なんか、なおちゃん、ジャズさん、ありがとうございます。なんか、努力が実って嬉しいですね。 サクサクさんは近在の二級だったんですね, <laughs> ね。なかなかこう、皆様がどのじ実技を受験されてる方って、されてるのかってわかんないので。<laughs> あ、そうです、そうです。三十あ、ごめんなさい。三十あ、そっか、さ,さっき三十六って言った。<laughs> なんで僕三十六って言ったんだろう。<laughs> そ,うそうです、三十点以上です。あの、五六三十なので。 そうです。さっき36って言ってましたね、僕。で、あの34点だとどうかって、こう、おっしゃってたやつですね。失礼しました。あの34問、丸だったら絶対受かってます。<laughs> よ,かったよかった、よかった。おめでとうございますあの。そうです。30点で合格なので、問題ないです。34問正解なら、多分、最終的には36前後であの合格になってるかなと思いますので、すみません。失礼しました。そうです。30で合格です。<laughs> えガトーショコラさん、実技のもしは、えっと、お金のドラコヤのショップページから、あの、ご購入いただけたらと思います。ね、あの本当はテキスト買ってください。あ、産休の場合はね、産休の,のテキスト買っていただいた方には、 あの有料の模試をあのただでなんかプレゼントしてるんですけど、2級の場合は、学科の模試はあのプレゼントしてるんですけど、実技はちょっと権利上の都合で、テキストのおまけにはつけられないんですよね。なので、ショップページ、お金の寺子屋のショップページから買っていただければ、めちゃくちゃ安く手に入りますので。あれ1000円ってすごいですよねってこう自分で思っちゃうんですけれども <laughs>。でもあれ、実は僕が料金決めてないんですよね <laughs>。 実技の模試作ってくださってる方がこのくらいの料金でっていうことでね僕は値段設定してないんですけれどもでそうそうそしたら、ね、あの値段設定僕してないんですけどあのなんかそのウェブサイトの,その管理画面は僕が操作してるんですよでなんか実技の模試なんか試験の残り1週間あの通常の価格に戻すのに僕それ 通常の価格に戻さずに、ずっとなんか割引したまま忘れてて <laughs>、怒られちゃって <laughs>。でもなんか、ね、買っていただいた方はちょっと安く手に入ってラッキーだったかなと思うんですけど、僕それ怒られちゃって、ね、失敗しました <laughs>。白猫さんはえ、あれなんですね、次に勉強したいことがあるんですね。次のステップに進みたいってことで。 家族が2級にご取得されてるってことで素晴らしいですね。なんか家族で FP2 級ホルダーが複数いる家族ってなんかすごい羨ましいなって思っちゃいます。あ、さ丸さんは学科実技ともに合格見込みってことでおめでとうございます。あのよかったです。もし、ね、2級受験されることがあればオンラインスクールあのご利用ください。オンラインスクールってあれなんかもっといいネーミングないんですかねなんか <laughs>。 オンラインスクールって言いながら結構 LINE とか Facebook で通知が入ってくるサービスじゃないかってこうスクール感がないんですよね <laughs> でもあのなんかこう通知が入るサービスなんですけどなんかこう毎日問題をねこうお渡ししたり1週間の確認テストとかライブ配信もやってますのでぜひぜひオンラインスクールご活用ください <laughs> わなんかやば <laughs> めちゃくちゃガガッてこう <laughs> いつもの配信と違って絶対見逃してるコメントある <laughs> でもあの絶対あのね配信終わった後にチェックしてあのねこうどういうあのコンテンツがあればいいとかご要望とかなるべく答えられるように頑張りますのですみませんあのよろしくお願いしますあ AKAWAN さん赤ワンさんって読むのかな <laughs> であの、紙模試使ってくださったってことで、ありがとうございます。そうなんです。あの模試はね、いい模試なんですよ。<laughs> ありがとうございます。まあ、3級合格ってことで、2級もね、あの、文字を使っていただければ合格できるような、あの、感じに模試を頑張って作ってますので、よければ2級の模試も買ってください。<laughs> よろしくお願いします。<laughs> 山本福美さんは、あれ、あの、あれですね、あの、なえあれ 人違い、人違いだったら申し訳ないですけれども、あの、インスタライブなんかいつもご参加いただいて、なんかインスタの特典なんか毎回送ってた記憶があるんですけれども、名前が似てる人だったら申し訳ないな。インスタの名前とね、こう、Facebook、あの、YouTube の名前ちょっと違ったりするんですけど。でもあの、すみません。ね、いつも配信にも遊んで見に来ていただいて、どちらも8割くらいの合格って素晴らしいですね。ね、よかったです。おめでとうございます。 あ、テキスト買ってくださったのですね。ありがとうございます。なんか、ね、テキスト特典の直前対策動画と、学科もし、あ、実技も、すいません。なんか実技は2級のおまけにつけられなくて、月模試もしも、ね、テキストも買ってくださって、本当にありがとうございます、ね。よかったです。あの、買っていただいて合格できたっていうことで嬉しいですね。<laughs> ありがとうございます。ね、合格した後の、ね、こう、あの、知識の更新ですとか、ある,あるいはあの、あの、すいません、あの8時からですね、 あの、また、知識を生かしたい方向けのお話とか、まあ、8時からのライブ配信、そんな長いことやんないですけど、ね、ぜひぜひ、あの、合格後も、あの、いろんな、ね、YouTube の動画とかで、合格者向けのコンテンツも徐々に増やしていきますので、引き続き、よろしくお願いいたします。そして、トントンミーさん、えっと、あ,あ、なんか、 そうですね。市販のテキストってやっぱ分かりやすいテキストってなかなかないんですよね。こうどうしても扱ってる内容が法律とか税金なので。ね、なんかテキスト読んだだけでこう一発で分かるっていう人はね、こうなかなかいらっしゃらなくって。でもなんかそんな時にね、こううちのサイトたどり着いていただいてご縁があってとっても嬉しいです。しかも分かりやすいっていうことをね、おっしゃっていただいてね、本当に嬉しいです。ありがとうございます。そうなんですよ。なんか どうしてそうなったかっていうのを、こう、結構しっかりと意識して解説してるのも、あの、やっぱりこう3級ね、トントンミスさんが受験された3級もそうなんですけど、こう2級とか1級に行くとどうしてもね、こう、なんか丸暗記じゃ無理になってくるんですよね。なので、ちょっと回り道になっちゃうんですけれども、丸暗記じゃなくって、どうしてそうなのかとか、えー、どういう、なんでそういうルールが 作られたのかとか、あの本質的なところ、なんか理由とか背景とかの部分をしっかり理解すると、結局知識が、ね、こう定着して、急がば回りで効率がいいと思うんですよね。なので、こう、ちょっと回りくどくって、なんか丁寧にどうしてそうなったかっていうのを解説してて、なんかそれがね、なんか回りくどくて、合う方と合わない方がいらっしゃるんですけど、トントンミーさんは、なんかあの、それがあったっていうことでね、とっても嬉しいですね。ありがとうございます。 そうなんです背景がわかるとすっと理解できて、記憶が定着して、ね、結局効率がいいと思うんですけどね、でもちょっとなんか説明が上長っていうご意見も、ね、たまにいただいたりして、なかなか難しいところなんですが、ねあのね、2級とかステップアップされる方はですね、特に1級とかも、あのやっぱりどうしてそうなったかっていうのを大事にこうして、なんか9月試験目指していただきたいですね。 そうなんです。で、やっぱりその市販のテキストを見てもね、なんか書いてる内容難しいんですけど、ね、どうしてそうなったかっていうのは、あのね、結構丁寧に解説するので、なんか理由とかをちゃんと言ってもらえるとね、あ、なるほどねってこう分かっちゃうので、なのでこう、P の先生って、その分かりやすく説明するのはね、どうしてそうなったかを説明すればいいだけなので、それほど難しくはないんですね。でもね、 皆様がね、どうやったらやる気になるのかっていうのはね、なかなかね、答えがなくってね、難しいんですよね。なので、EFP の先生っていうのは、なんか分かりやすい説明ができる先生じゃなくて、なんかこう、皆様をね、こうやる気にさせる先生というか、あるいはこう、毎日コツコツ習慣づけさせることができる先生がね、こう素晴らしい先生だと僕は思ってるんですが、ね、なかなかね、それができてないっていうのがね、<laughs> お恥ずかしい限り難しいですよね。<laughs> 皆さんはどうやったらね、コツコツこう習慣づけて勉強していただけるんでしょうか <laughs> 教えていただけたら嬉しいですね。<laughs> そして、ノンさんは、えっと、3級53実技18っていうことで素晴らしいですね。これはもうこのまま2級勉強するべきですね。<laughs> するべきですねってこう強制しちゃいけませんけど、ね、ここまでなんか3級高得点で合格されたっていうことはもったいないので、せっかくなので2級チャレンジしてみてください。<laughs> そして、澤さんは9月に向けて今一度一からということで、ぜひぜひ、あの、9月ちょうど、なんか、制度が変わりますからね、なんかこう、新規に一頑張りやすいんですよね。なので、あの、ぜひぜひ9月合格していただけるように頑張りますので、あの、引き続きよろしくお願いいたします。初見です。シミケン、シミケンチャンネルって何でしょうでもなんか遊びに来てくださってありがとうございます。 そうです。こう、なんか、週末ライブ、あ、タミエイチさん、いつもね、ありがとうございます。そうです。週末ライブって、なんかこう、みな、なんかこう、他の方と勉強してる感があるのがね、こう、いいところだったりもしますよね。<laughs> ありがとうございます。そして、アヤさんは、えっと、もしと直前対策動画購入して、あの、なんとか、点数されてそうです。ということで、よかったです。ありがとうございます。そしてね、LINE も活用していただいて、そして、週末ライブも参加していただいて、うわ、めちゃくちゃ嬉しいですね。なんか、 ほとんど全部のコンテンツ活用してくださってるじゃないですか。ありがとうございます。あ <laughs> やさん、しかもメンバーシップも入っていただいてありがとうございます。なんか2級のメンバーシップですよね。これ2級のチャンネルなので、2級のメンバーシップでそのお配りしてる、あの、特にその水曜のなんか、週刊テストみたいなところから結構実技、出題されてたかなって、ね、実技のその、思うので、なんかそれもね、ご活用いただいて、 合格ししたっっててことととででああればとっても嬉しいいすねありがとうございます。あ、先丸さん、あ、紙語呂合わせ <laughs> 43個紹介してるやつありますね。あれ1年くらい前に作ったやつ。そろそろ精度が変わるので語呂合わせも、ね、こう修正しなくちゃいけないんですけれども、確かに本当に神でしたということでありがとうございます。ノンさんは毎日ライン e 届くのが応援してるみたいであ、ありがとうございます。そう受け取っていただけたら嬉しいですね。ありがとうございます。 ッチさんは、ね、日曜のオンラインスクールが励みになったということで、本当にありがとうございます。神頃合わせね、神頃合わせ43個あって、あれ3つだけ僕が作ってないんですよ。あの何でしたっけあの、富士山上でプラス3とマイナス3が出富士山上ってやつは、あれは誰が考えたかよく分かってなくって、あと富士山は青いで、青色申告が。 三つの所得っていうのも、あれはもうなんかね、本当に業界だと有名で、誰が考えたかわからないやつで、もう一つあの、寿司太郎ってやつですね。寿司太郎はね、あれ、誰から聞いたかはもう忘れたんですけれども、あれは僕じゃないんですよね <laughs>。でもそれ以外は僕が頑張って作った語呂合わせなので、お役に立てばとっても嬉しいですね,ね。なんかお気に入りの語呂合わせなんか結構いろいろあって、何ですかね、何が 地震保険の語呂合わせ結構好きなんですよ。豪華な家といい家財は火災で燃えるとゴミっていうやつ <laughs>。あともう一つ、あの、高年齢雇用継続給付。仕事辞めるなんてこと言わないで会社に行こうって、あの、仕事辞めるなんてこと言ってごねないで会社に行こうか。あの語呂合わせめちゃくちゃ気に入ってるんですけど、あの、高年齢雇用継続給付って、あの、もう少ししたら制度が変更になるっていうのがもう決まっちゃってるんですよね。なので、あの、ね、次回の9月試験は問題ないんですけど、 もうね、しばらくすると、あの、仕事辞めるなんてこと言わないでっていう語呂合わせが使えなくなっちゃうんですね。あれ、ちょっと寂しいですね。でも、そういうのもね、こう、考慮しながら、あの、語呂合わせの動画もまた更新しますので、あの、よろしくお願いします。<laughs> 黒田さん、黒、あ黒塗り方式気に入っていただけてとっても嬉しいです。ありがとうございます。そうですね、こう、なかなか PDF、あれもね、なかなか、結構手間がかかるんですよね。なんか、 で、なんかあの、ホームページにアップするときって、なんかこう、僕がその、ワードとかで原稿を書いて、で、母親がその、HTML ってその、ホームページにアップする用のな、んかこう、なんかマークアップ言語っていうんですけど、なんかそういうやつに変更して、で、なんかその、黒塗りにするための記述みたいな、なんかこう、んでしたっけ、目隠しみたいなね、記述を入れると、あの、黒塗りになるんですよ <laughs>。なんかその、黒塗りにしたい。 その、div っていうとあれなのかななんかこうか、囲いのところ <laughs> そこになんかこう、目隠しっていう、なんかクラス目隠しっていうクラス指定をすると、なぜかね、黒塗りになるっていう理屈がよくわかってないんですよね、あれ。本当に気持ち悪いシステムなんですけど。ね、でもなんか理屈はわかんないんですけど、なぜか黒塗りになるっていう。<laughs> ね、しても良いっていうことで嬉しいですね。ありがとうございます。 でもあれ黒塗りにならなくなると僕修正できないんですよね。どういう理屈で黒塗りになっているのかがわかんないんで。<laughs> そうなんです。なのでちょっと黒塗りはね、手間もかかりますし、どうして黒塗りになっているのかっていうのがね、わからないので、ちょっとね、作ってる人間としてはちょっと気持ち悪めなんですよね。<laughs> でもなんか気に入っていただけて嬉しいですね。ありがとうございます。 そして、ヒロトさん初チャットっていうことでありがとうございます。とっても嬉しいですね。なんかこう、ね、あの、遠慮なく何でも書き込んでいただければと思うんですけど、初チャットということでありがとうございます。学科と実技100問ずつしか解いてないっていう、確かにそれだと不安になりますけれども、学科は10問、実技は5問しかミスしていないってめちゃくちゃすごいですね。<laughs> しかも、2級で <laughs> ?2 級で <laughs> ごめんなさい。2級で学科学科じゃあ50点ってことですかそれすごすぎませんか <laughs> これはね、なんか僕のおかげって書き込んでくださってとっても嬉しいですけど、ただそれはヒロトさんの実力ですね。<laughs> 素晴らしすぎます。でもなんかね、そこまであれだったら一級とかもね、ぜひです、ね、チャレンジしていただきたいですけどね。ありがとうございます。ふーさん、どう勉強するのがおすすめですかやっぱりその勉強ってなんかこう、勉強方法って人それぞれいろいろあると思うんですけど、やっぱり毎日コツコツっていうのが絶対、その、 大事だと思うんですね。で、毎日コツコツ習慣化するっていうのが大事で、どうやったら習慣化してもらえるのかはわからないんですけれども、習慣化していただくためのオンラインスクールがございますので、あの、お金の寺子屋のオンラインスクール、あの、ご参加くださいで。オンラインスクールにご参加いただくのが一番おすすめです。<laughs> そして、えっと、あ、 山本さん、インスタで、あ、やっぱそうですよね。なんか、ポメポメなんとかっていう <laughs>、特徴的な、なんかインスタのあれだったので <laughs>。ありがとうございます。あ、そして、ごめんなさい。19時58分になっちゃいましたね。<laughs> ではね、ごめんなさい。あの、20時からライブ配信があります。あの、固定してる、あの、やつ、あの、今、チャット欄の一番上に固定してるんですけれども、ちょっと20時からこちらの、 あの、お知らせみたいな、あの、内容の配信していきたいと思いますので、ごめんなさい。ちょっとあのね、なんか、コメントが定期的にブワッと流れてね、こう読めなかったコメントとかあるんですけれども、でもしご要望とかいただいてたら、絶対にね、こう。 参考にして、なるべくね、こう採用したいと思いますので、あの、ぜひぜひよろしくお願いします。では、ちょっとすみません。知識を活かしたい方向けのライブっていうことで、あの、こちら、あの、に行きますので、ごめんなさい。ちょっと今、ライブ終了して、手続きして、20時1分くらいからですかね。あの、知識を活かしたい方向けのライブに、よければ遊びに来ていただけたら嬉しいです。すみません。ありがとうございました。<laughs>